さて、ゆめさん、どうもです。カブくん、こんにちは、えー。届きました。羽生譲るシーズンフォトブック。2022から23年、えー、届いた、届いていたのを娘が持ってきてくれました、うん。昨年のプロ転校をしてからの、今年のファンタジーまでの羽生さんが、たくさん詰まっている写真集ですね。えー、昨年、去年の今頃は砂漠状態になるのを恐れながら、羽生さんを見る機会は、 減るんだろうなと、ちょっと寂しく思いましたが、何のその、9月から精力的に、宮城での地元,地元テレビ番組出演、そして初の単独愛称プロローグの発表、こちらにはドキモを抜かれました。え、一人で90分を滑り続けるの、休憩時間なしに、うん と、運よくチケットを取ることができても、もう興奮状態だったことを思い出しました。単独アイスショーだけでも驚きなのに、今度は東京ドームでの単独アイスショー。うん。ドームに氷を張るこ,張ることできるのはやド、ドームに氷を張ることできるの。一体、えー、うん。 えー、あ大体、満席にできるのかどうか不安、不安がいっぱい。でも、東京ドーム全滅、えー。東京ドームに氷を張る男という言葉が、えー、飛び出てくるほどの大成功。ドームだけではなくて、国内外での,のライブビューイングもあり、ディズニープラスでの配信決定、うん、時間を行いで、地元仙台への思い、被災地への思い、被災を、えー、された方への、えー、思いを寄せたカンブリ賞の乗って,てあ、乗って、波さんがずっとずっとやりたかった地元での愛称が実現を をしましたこの1年間本当に中身の濃い1年でしたね中身の濃い1年を羽生さんとともに過ごしたことは本当に嬉しかったですそしてプロ転校2年目の羽生結弦を見るのが楽しみですどんな景色を羽生さんは見せてくれるんでしょうかうん。ね気になりますねでも昨シーズンは本当にあのねあの東京ドーム もう、やっちゃっていいのかなってね。もうちょっとね、2、3年後あたりでも良かったんじゃないかって人思っちゃうぐらい、こすぎましたね。うん。だから今シ,、まあ、今シーズンっていう方はあれですけども、今季はどうしていくんでしょうかね。うん。もう一回東京ドーム。うーん。ねえ、ちょっとねあれですね。いや、なんか本当に自分のね、やっぱしたかったことを結構詰めたのかなっていう気もしますよね。うん。 だから次は一体どうのでも、羽生さんね、今年を振り返って、前も話しましたが、まあスケートしかやってこなかったっていう発言があったんで、今年はスケート以外のことにもチャレンジしていくんでしょうかね。なんかそういう気もね、しますね、なんかね。うん。羽生ュる、新たなチャレンジでしょうかね。うん。えー、さん、よろしくお願いいたします。今に至っても羽生の はの字もないっていうことは、24時間テレビには出ないんですね。今年は発表遅いな、焦らすなと思っていたけど、絶対出るって信じていたんで、やっぱり寂しい。うん。考えてみると、去年のプロ転校で劇的に変化した羽生選手の活動に振り落とされそう、振り落とされないように、必死にしがみつき、荒波を乗り越えて頑張ってきました。どんくさい私でも、やればできるちゃんと変化に対応した自分で自分を褒めて、その ご褒,美のご褒美は24時間テレビの一夜限りの愛称で 羽生選手の演技を見ることと思ってきました。うん。完全に断をしていました。ここも変化をしてするんですね。確かに、エブリィで震災復興をテーマにしたコーナーを一つ持っていて、そこで伝えたいメッセージを発信できない、できるのであれば、24時間テレビにこだわらなくてもいいかもしれませんね。羽生選手の演技を地上波で見られる貴重な番組だっただけに残念な気持ちはありますが、見たければお知らせがあったところに見に行けば良いの 今週はサブスク堂を楽しもうと思います。私は羽生選手が出ないなら24時,時間テレビは見ないと思います。うん、次はどこにどんな風に現れるんでしょうか。羽生選手から目が離せません、うんちょっとね。僕ね、ちょっとこうふっと思ったんですけども、 まこれちょっとね、また今度お話ししようかなと思うんですけども、うん。なんとなくこういう風にするのかなっていうのがちょっと頭に浮かんできて、そんな気もするなってちょっと思うんですけどもね。うん。それはちょっとまた今度お話ししようかなってちょっと思うんですけどね。うん。なんかもしかすると、今僕は頭に浮かんでることがするのかなってちょっとね、頭に浮かんでいて。うん。もしね、まあ24時間テレビにもしですよ、サプライズに出るんだったら、 一人で出ないのかなとか、ちょっと思ったりもしてるんですよね。うん。まあ、なんとなく。まあ、でも、ね、ちょっと名言は避けたいと思いますね。うん。そうそう。まあ、なんか、もしね、サプライズじゃなく出ないんだったら、一人でも出ないんだったら、出ない可能性が高いかなって思うんですよね。でもし、24時間テレビにサプライズで出るんだったら、多分、奥さんと一緒に出るんじゃないかなっていうね、気もちょっと、 としてるんですよね。なんとなくね。ちょっとこれは聞かなかったことにしてくださいね。うん。なんとなくね、そういう気もするんですよね。うん。まあちょっとこれはね、僕が妄想なので,です、ね、気にしなかったことにしてほしいんですけども、なんかね、もし寝るんだったら、なんかそういう風にした方、する方が、なんかこうね、なんとなくこう、なんかね、うん。サプライズという意味では、お、なんか気もします、ね。なんとなくね。うん。ちょっとわかりませんかね。うん。はい。 えー、マザードゥリアさん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。アーニャ様がおっしゃられていましたが、えー、JR 仙台線の,、えー宮,城のえー、宮城の原千葉駅近くに、仙台育英学園高校宮城の、えー、原キャンパスが、 ありますうん、昨日、準優勝をした野球部は高城キャンパスです、えー。羽生選手の母校の南高、東北高校も JR 成績線の東総東総駅の付近の小松,、えっとね、小松島キャンパスと、えー、という、えー、泉、あ、泉区館という場所に泉キャンパスがあります。羽生選手が通っていた、えー、学んでいた校舎ですね。 うん、で、小松島キャンパスに、あ、小,、ま、小松島キャンパスには、昔、昭和39年に野外スケートリンク、小松島スケートリンクができて、午前中は東北高校が、午後からは1位開放し、夜はアイ系の部員たちが利用をしているみたいですよ。でも、10年後の昭和49年に閉鎖をされたらしいです。 うん、あそういうことなんですね。仙台市は2031年の開設予定で仙台市地下鉄の東西線国際センター駅の北側に2000席が使用できる音楽ホール兼中心部震災メモリアル複合施設の計画を立てていますと。うん、建設費は350億円をかけてですと。うん、で、質の高い芸術に触れ,れられる施設を目標にしているようですが、え旦那はですね、仙台はただ,ただ,ただでさえ 税金が高いのに音楽ホールとかってだ嘘だべとぼやいていました。うん、なるほど フィギュアスケートの発祥の地でも有名なご指摘の場もありますし、五輪の金メダルを獲得した荒川さん、羽生選手の故郷、母校も次第にありますね。で、芸術を思っているならば、市長さん、音楽ホールではなくて、スケート連携ではないですか羽生選手も宮城県や仙台市に寄付をしているのにと、ニュースを見た時に思いました。大人の事情がいろいろあるかもしれないですが、すいません、私的な意見でスルーをしてくださいと。うん。まあ確かにね、仙台 ですよね、あのフィギュアスケートの発祥って、あの仙台の五色にでもって、宮城の五色にで言って、ね、言われてますよね、うん、ぜひね、まあ、本当に羽生君で氷のリンクできなかったら、多分ずっとできないう気もするんですけどね、仙台でアイスリンクを作るっていうことが結構難しいということなのかな。ねうん で羽生さんの経済力で考えれば、そこまでそんなにね、難しくなるかなと思いつつも、やっぱり継続していくっていうことがね、維持費がね、やっぱすごいということなんで、なかなか難しいということなんですかね。うん。え田テラさんも言ったで、ね、す。マト産経者からですね、あ、警告、警告者から、えー、羽生結弦の肖像、番組、 番記,記者が見た絶対王者の4 0日と題した本が出版されるようですということですよ。うん、元産経新聞運動部の記者の田中徹さんという方が2012年からの 10, 日間あえ10年間ですね羽生選手を取材したメモから羽生選手が五輪二連覇を達成し、選手としての頂点を極めるまでとプロとして活動したこの1年について書かれた本のようです。羽生譲れはいかかににして唯一無二のの存在になったのかと というテーマをボーダーな取材メモからひもとの、紐解くとのことだったんで、気になりとりあえず注文をしちゃいました。うん、発売日は9月20日で、お値段は2200円です。ちなみに、表紙はかっこいいイき様ですということらしいですよ。うん、これは結構、ね、そういったあの、うんえー、本,本でしょうかね、うん、が発売するということらしいですよ。うん、はい、というわけでですねこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。